よし。なあ、こっから始めるのめんどくせえなって言うとしてしまった。珍しい。オープニングから始めねえな。万里の道、光の王を求めてマルスたちはテーベの塔を目指した。砂に埋もれた古来都市テーベ、そして埋もれた希少な財宝。埋もれた財宝だと思う。幻の町テーベの伝説は多くの男たちを引きつけ、この砂漠へと誘った。そうなのか。右上。骨になってるけど、骨になってるのはこれ男じゃねえな、これ。なんだこれ。ヤギ？だが結局一人として帰る者はいなかった。まあ、ヤギも死んだしな。賢者は言う。死の砂漠、マーモ灯台に近づくことなく、そこは呪われた暗黒の町だ。マーモ灯台。なんだ王山族っていうか、さじまじバーツとこ行った。リストラ。まさかの。だから銀の斧が金になるとか言ってんのか。リストラじゃねえか、それ。はぐれ比例だと。はぐれている。砂の部族、万族、剥がれのもう髪が逆立ってやがる。目もなんか心なしか怒ってるみたいだ。強戦士マスターソードってなんだよ。え、二回攻撃、マスターソード。なんかマスターソードって二回攻撃だったよな、FE の。違ったっけ、俺のやって FE か、それ。ティアリングサガって俺のやって FE かもしれない。はぐれヒルじゃないか、お前こいつらと。仲いいのか。おい、今日も何か やってきたぜ。どうするお前ら。ギャオ、やっちまおう。お前、意思疎通も可能なレベル。砂の部分、あ、なんだこれ。ほぼ森じゃん、お前。こいつ、森を自分として。砂の不足のくせになんで森。細かいようだけど、でも砂の不足なのに森ってお前。砂の部族が森に頼るねん、お前。森の部族だじゃん、お前。こういう細かい難癖だけど、やっぱちゃんと難癖つけていかないとね。しっかりと。家計簿みたいなもんだから、難癖は。細かいのでもやっぱつけていかないと。なんでお前、アキルソードに2つ持ってんの ?2 つあると安心だからだ。くそ。ちゃんとした理由があった。ちゃんとした理由があるがゆえに取り上げることはできなかった。ウォッチの杖だけど誰でも使えるんだよな、これ。ウォッチの杖マジかよ。じゃあユベロに持たしておくか。全部ユベロに持たしていいんじゃない。だってもうユベロ最強でしょ。もう最強戦士としてアイテムもらう。ドッグ、アンロック、サイレス、ウォッチ、そしてマジックシールの杖。いい加減持たすか、これ。なんか一個ねえな、なんだっけ。シーフの杖、レスキューの杖、なんだっけ。ちょっと効果をさ、知っとかないといざという時に使うってことになんないからさ。あれ、3つしかなかったっけ。杖3つか。まあいっか。効果何これ。扉を開ける。次のターンまで敵も味方も魔法が使えない。これいいね。屋根で中は見えない、城内部を見る。ああ、なるほど。これ普段預けといていいかも。まだ使わなさそうだ。マジックシールド。結局取り上げるのかよ。よし、行くぞ。よし、天候取る。今日は90年代の、90年代好きだったアニメをみんな教えてくれ。しんちゃん、みんな90年代に好きだったアニメを教えてくれ。はい。私は夢のクレヨン王国が好き。あれ、なんかここどう、ヤスじゃなかったっけ。おやす、行くぞ。あお、俺は機動戦艦なでしこが好きだ。あお、ゆめろ。はい、僕はロボタックが好きです。パオラ。はい、私はマーマレードボーイが好き。オグマ、俺はアニメなど見ん。ダメだ、ちゃんと答えるんだ。俺はシティハンターが好きだ。ポッ。ユミナ。はい、私はちなみに
今隣のおばちゃんが帰ってきてんだよな。ガチでこんぐらいのやつとは聞こえてるかもしれない。ユミナ。はい、私は花より団子が好きです。フィーナ。はい、私はセーラームーンが好き。ジュリアン。おう、俺は平成の物語バルが好きだぜ。シリウス。どうもシリウスです。私は人空が好きだ。リンダ。はい、私はマーマレードボーイが好き。何よそれ、私がさっき言ったやつじゃないの。あんた誰よ。この舞台に YouTuber は一人、私一人でいいわ。あのさ、僕は耳を澄ませばかなよ。けど自分の出てるアニメを好きっていうのはそれは一体どういうことなんだろうか。もう混迷して分かんなくなってきてるな。それどういうことなんだと。よし、これで12人。あれ ?12 人だ。なんか、そうか、死んだのか、カシムが。カシム、さらば。お前、手ありだけじゃねえか。お気づいたぞ、俺は。銀のやりやるよ。お喜び。よし、行くぞ。もう、ここまで何分かかってんだ。これが遅くなる肝。これが遅くなる肝なんだよ。これが死の砂漠マーモトードなんでしょう。アンリ・サーガの一節にこうあります。何それ。行く手を拒む者まず死の砂漠歩き。灼熱の太陽と激しい砂嵐、凶暴な砂の部族と空を飛び交う霧の群。ああ弓がない。遥か彼方に幻の町を仰ぎながら我らはただ立ち尽くすのみと。アンリもこの道を来たんだね。それもたった一人で。本当かよ。一人で無理だろ、お前。レベルカンストしてたんだろうな。まあ、レベルカンストして、傷薬たくさん持ってはいけるかもしれない。少し長くなりますが、アンリの伝説をお話ししましょう。おい、俺の負担を考えるの。てか、さっきしたじゃねえか、長話。この音楽、ゼリーのパズルじゃねえか。ゼリーのパズルの、埴輪のステージじゃん。やめてくれよ。この音楽やめろ。思い出すんだよ、難しいステージの数々を。もう酒飲もう。おこれ、おおおお、これね、モンタマ MONTEMAR、 めっちゃくちゃうまい。なにこれ。モンテマールソーヴィニオンブランってやつ。チリワイン、チリの白ワイン、アンコール、アルコール分 12.5。 山と海に囲まれたチリはワイン作りに適した地形です。ライムのような柑橘系の香りでソーヴィニオンブランをもたらすリフレッシュで生き生きとしたフルーティーな味わいですが、サラダやシーフードと好相性です。まあとにかくうまいんだよ。いろいろ五択が書いてあったけど、うまい、本当に。ちょっとさ、手を動かさまで。もう一杯飲みたいところだな。でもなんでこれが死の砂漠なの。死じゃねえぞ、この頼む。本当の死の砂漠は後ろから来るから、ね。後ろから勇者とスナイパーが来るから、ね。よし。じゃあ誰をレベル上げようかな。ゆうべろもうちょい、いやでもこれもう完璧でしょ。完全エースだよ、ゆうべろ。さあ、俺は今日育てたいのは、お前だ。お前じゃねえよ。アマサーローディステージ。これを、結構いい成長見してるよな。アマサーローディステージ。おい、これはひょっとしてあれか。てか、うまいのちならない。うろ、また後ろから来るか。もう後ろから来るか。もうこれ以降ずっと後ろを警戒しないといけないよ、俺は。もう以降ずっと後ろを気にしたまんまの生活が始まるんだ、俺は。しまった。ちょっとうまいのってやつ全体的に弱いな。まあいいや、後ろから来るとしても5ターン以降だろうから。断面いきなり来ねえだ。いきなり来たらもう制作者、この世界の神である制作者に連絡を取って、連絡を取って飲むはいいんだ。1個、こ
今度1本いかがですかっつって、なんとかして連絡にこぎつけた。そしてその後説教する。何この遅さ。左のやつ邪魔だな。あいつ殺してこい。パオラでいくか。パオラまだレベル4か。スナイパーがたくさんいるから、そんなにパオラ動かすな危なっかしいの。特攻が33あるから、パオラ16だから17、2発で死んじゃうな。ああパオラ今回休んでおけ。おい、おっそ。これは死の砂漠だな。死の砂漠っていうか、まず、回線すらできてない、ままならない状態だ。いやいや、これ見てくれ。魔導士のこのもう、これ何よ、魔導士。魔導士強すぎるだろ、いかに。あ、てか、リンダ動かしてね。そうだ、魔導士が強いんだと、そうだ。リンダ動かせばいいんだ。そうだよ。リンダ動かせばいいじゃない。え、なんだピシピシじゃねえバカ野郎、なんだこれ、ざけんな。はあ、いやこれ死んだらもう本当にこれでもねえぞ。何今の10かか、これグランドノッキング。お前ノッキングマスタージローがこのゲームやってみろ。このゲームやっていきなり上からヒルが飛んできて死んだらバカかお前。グランドロッキング、ピシッ。地球を止めかねんぞ、ジゴ。でもこれ氷弱いだろ。確かね、ブリーザーがね、しかもこのブリーザーがね、こう下流に効くだろ。これ効くだろ。これちょうどいいの。見ろ今見切りよ。さすがだ。弓なんていらんわ。いねえし。弓なんていらねえ。おお、魔導士すげえ。ちちちちち。ライブの強い。このライブ感をね。何が12マスだ、本当に。うるせえね。てん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 。てん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 。もうこんなんもう。上田の次に近いやつ、次に近いやつを、ちゃんと。こんなわかんねえだろ、こんなのどこに。で、これからさらに2マスだから。ここだよ。見たこれ。これで来るかな。まあ、高速全員ゼロだわ。こんならいける。まあ、ゼロだったらね、正直死ぬ。死ぬよ、すね。で、早く画面の下から切り上げねえと。いつ来るか分かんねえから。いつ来るか分かんねえぞ。そうだ。そうそうそう。リンダー鍛えればいいんだ。高速5。高速5でもう十分にいけるのだから。ドラゴンいねえだろうな。ドラゴンと造園に怯える日々。もう確認を怠った者が死ぬって。確認だよな、ほんと。これめんどくさがらずできるからだ。めんどくさがらず確認できるかどうかがその人の FE 力を。それは測る指針となる。早く来いよ、目の前にいるんだから。メルクリソード。ボッタチ。せめて剣で弾くなりしろ。よし。これで、20、あ、弱いな。弱くね。ここね。リザイアの人。リザーしかねえな。リザイア。おー、いい感じに寄ってきて。何これ、めちゃくちゃうまいじゃん、このワイン。何マジで。モンテマール。すごい。こん
なパンチのある白ワイン、あんま飲んだことなかった。パンチないイメージだもん、白ワインって。ないイメージじゃない。これだからこれはすごい、本当にパンチがある。おお、革命が起きた俺の中で今。ワイン革命が。やっぱメリクルソード強えやん。しかもレベル8だからね。だから8だよ。馬から降りてこれだからね。こいつはもう融合株だぞ。ぽったりくるな。21だと。え、ちょっと待って、21で守備7って、あ、ちょっと待って、守備7で21、命中70だから、いや死ぬじゃんこれ。いや何、ちょっ、大丈夫だ、70だったら受ける。色 50% しかねえじゃねえ、一回は受ける。いや安心、今ちょっと剣を構えたからね。はぁ、でも経験値いっぱい持ってる。守備上がってくれ、政治。今、政治一つ視線を生き残ったね。やっぱ強くなるやつね、視線をくぐり抜けてる。あのマリックも何回か死にそうになってたから。本当に生き残るやつは違えんだよ。同じ視線乗り越えるから。要は2もレベル上がったこれで。さらに強くなってきた。守備力上がれ、お前上がれねえやつか、これ。まあ、でも逆に言えば、リンダが、は、なんでこれ。ドラゴンチェックしないで。なんだこれ。ドラゴンチェック。もうドラゴンチェックするマネージャーを。ドラゴンチェックマネージャーを。なんかリンダ体力上がるな、26。意外とスタミナのあるものを食べてるのかもしれないな。そして一目楽天だとか。で、こう来るから、セージのいる位置の、ここ、読み解いて一旦ドラゴン浄化する。クソドラゴンが浄化してやるわ。うお、めっちゃ寄ってきた。なんだこの、なんだこのワインは。初めて、こんなパンチのあるの飲んだの初めてだ、本当に。すごいぞ。こんぐらいあるべきだ、アルコールなんだからさ。これほんと毎回買おう、毎回買うレベルだ。ブリザー命中率いいな、100って。回避率0かな。なんか俺もそういうとこ見始めたぞ、徐々に。徐々に俺も詳しくなってきた。っていうか、こいつらさばき方覚えれば結構美味しくね。だって、砂の部族40持ってんだからさ。美味しいっしょ。HP 嬉しいわ。最終的に HP がないとな。お前そっちだ。あれ、回復しないと不安だ。テン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 、砂漠ダンス。しかし、こんな踊り子いたんだな、フィーナなんて。オリビエと、アクア、とかしか知らないわ。こいつ知らない、フィーナ。異世界の話をするとそういうことになる。次はドラゴンジェックどこだ。窮屈な、こいつらがいるだけで本当に。こいつらだけぶちこそ。あ、でももう意外と、お、米のたける音が。米のたける音がしたぜ。リンダもちゃんと。あ、まずい。砂の部族。もうあっちの方。万族の方は移動力高いんだ。危ないぞ。来るか。でもこれちょっとね、なんか素直すぎる気がするんだよ、敵が。こんなに楽か。って思わないか。こんなに楽かね。こんな楽なことってあるかね。
もうちょっとなんか来るんじゃないかと思う。例えば下から勇者が10人来たり。もうそれしか考えられんわ。そういうことしか。だって実際やってくるんだからそういうこと。これは被害妄想ではないぞ。実際に被害に遭ったわけだから。大体被害妄想もさ、元があるんだよ。そこから妄想でいくらか増幅したとしてもやはり元があるっちゃ元があるんだよ。おお。大丈夫か、メリクルソーダ減ってねえか。かかとが。靴の修理屋や、メリクルの修理屋に。同じ、そうか、これ同じの持たせてるから、毎回同じステータス上がるのは当たり前だから。てか、メリクルソーダ大丈夫か。メリクルの修理屋に。靴の修理屋に持っていかないと。直してくれるかな。すいません、これ大丈夫ですかつって。靴の修理屋に。メリクルソーダ。これちょっと難しいねこれ。断られそう。断ってほしいむしろ。これはちょっとまあうち靴屋だけどねこういうのも実はやってるんだよって言ったら、それ持ってく気だからだそれ。メリクルソーダ。こんなのダメ。それおそらく持ってく気だ。どうせ来るだろどっかから。それなんかもう全員死ぬんだよそれ。どうせどっかから出てきて死ぬんだみんな。もう根が深いぞ俺。もう心にもう大きな傷を負ってしまったからな俺は。でよし。お。なんかだんだん動かすのが面倒になってきた。とりあえずフィーナだけ動かしておくか。ちょっと待って。魔導士やっぱ移動力すごいな。嬉しいなこれ。この移動力は嬉しいよ。いいんだ。お前レベル12もあったの。ふざけんな。弱すぎる。うわ守備力上がった。守備力5になったけど力で。これ、やっぱ聖児と交換した方がいいよ、これ。あとで交換しよう。今はまだしなくていいけど、あとで交換しよう。今、明らか偏ってるもんね、これ。アクエリア、タウルス、ジェミニ、キャンサー。まあ、つっても、こっちも守備上げないといけないから、まあ、これはこれでいいんだけどさ。あとで交換しよう。どっちかっつうとリンダの方が危ねえか。聖司は男だしなんとかなるだろ。よし。まあもろくねえかなんか。おい。まあ力上がるけど力もいらないよ。これもうダメだな。これダメだな。聖司はもう。聖司はもういや力上がりすぎだろこれもう。てかもうかなり上がってるな。実際かなり上がってるんだけど、こいつぐらい倒すか。ちょっと位置的に鬱陶しいからこいつは倒すわ。そろそろ来るぞあのバカ竜が。ハグレヒリ。テン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 。この前ね米チキ送ったわ。米だね。米チキってやつすっげえ腹減ってたから、ね、旅行で帰ってきた後何も食わずにもう横になって8時ぐらいにで気づいたらもう朝5時だった。むっちゃ疲れてた本当。でそれで朝っぱらから米田に行って、うんこれは米田トークしてる場合じゃないかもしれない。大丈夫かな。壊れとろうか。で、大丈夫か。ああ、ちょっと足りない。あっちはゆっくり行こう。この蛮族はちょっと。まあ、しかしゆっくりやれてるだけいいわ。誰も来ねえし。でも絶対来るだろうな、どっかから。
けどさ、ここ簡単じゃない？もういいや、聖女、聖女はもういいよ。ここね、簡単だと思う。だって待ってるだけじゃん、できる。待ってるだけで自分を迎えに来てくれる王子様がいると思ってんだろ、どうせお前。スノーブ族、そうだろ？待ってるだけで王子様が来てくれる。王子様来ないかな。で、今来てる王子様候補は、ここ、王子様じゃないとしてる。これ一体何の話なの？お前らはそうやってハードルを上げ続けた。ハードルを上げ続けた先に砂の部族がある。もうレベル13もあるの。お前レベル13とお前は言わせない。リンだよ。お前レベル13と思えねえよ。まあ、ちょっと硬くなったら嬉しいけどさ。体力26あるし。まあとにかく死なないことが全てだ。死なないことが第一で。ボール取るのはそれからでいい。ポン。おお。これには延べも納得。あら、お前も死にそうじゃないか。お前も死にそうじゃないか。まあゆっくりだ。まずは死なないことが第一。死なないことが第一で、ボール取るのはそれだ、それからでいい。噛みすぎだろ、本当に。別に芸人じゃないし、テレビでもないし、噛むのはそんなに悪とされない状況だけどさ、それにしても噛みすぎなんだよな。それにしても噛みすぎなんだよな。2年半もやって、とりあえずドラゴン空襲、もうたっぷり時間使うぞ。たっぷり時間使って一本じっくり。おお、ポイントガード変えたから、ポイントガード安いから。ポイントガード安い回だぞ。おお、一本じっくり。おお、おお、安は見えて度胸ある。帰ってください、お願いします。嵐にそうニゴニゴ動画で安が初めて出てきたって安が出て荒れた時に嵐にそう言ったことがある。帰ってください、僕たちはゲーム実況がしたいんです、お願いします。おう、そう言ってさらに叩かれた。お前勇気あるな。でもバカだな。そして赤字で連投された。そんな過去がある。座る勇気がある。ドドン、届けてくれ、届けてくれ、ライブの杖。このライブ感を大事にしたい。どっから来るかマジで分かんねえから、これこいつとか今にも来るだろ多分。オッケー、ふざけんな。いやもうこれほんと、まあ、でも死ななくてよかった、死人でなくて。リベロでさえ死にかけてんの。体力上がってきても、よしそれでいい。もうリベロ体力だけだもん。てか体力少ないよ、むしろ少ない体力。あとメリクルソードもうちょっと使ったら、あれちゃんとハーマンの杖で、ハーマンの杖で戻さないっていうか、戻せんのか。
神器。俺神器戻したことあったっけ？つうか俺ハマーの杖使ったことあったっけ？マジ？あ、そんなのあんの？俺は待機をし、あ、そういうこと。え、なんかあるぞ。なんつうかそのこの下みたいな。いや、全部探すなんて無理だから、これ全部探すの無理だけど、こう何、全部探すのは無理だけど、いやでもやってみるかな。暇そうなやついるしな。じゃあとりあえず雑巾掛けだ。お前ら君たち雑巾掛けだ。とりあえずライブを。もうどんどん嫌でしょ。まあ雑巾掛けしてやるよ。交換。はい、よし、みんなで行け。みんなで仲良く雑巾掛けだ。これ4人しかいねえのか。人材が、人材が少なすぎる。弓のお前もだ。抜擢少な。あとあのドラゴン殺したらよ。あのドラゴンさんいなきゃ。ヒベロも使えるんだが。もうこれ育てすぎじゃない？強くなりすぎだよねこれ。35点、えらいことになってる。99のダメージ。強戦士、力を出せなさい。いや、ちょっと恩恵ないとはいえ1回ぐらい上がるよ、守備力。恩恵ないとはいえ。端っこまで遠いな。しかしどんだけ探すかだな、これも。そう、まさか全部探すというわけにはさすがにいかないけど、ちょっとぐらいはね。よし、ほら、またドラゴンチェックをしないな。これさ、ドラゴンチェックもうギリじゃん、これ。シェーバーいけたるいよ、ブリザードと。知らない時あるから。回復したろうな、あれ回復した俺ちゃんと。いいんだ、ほんの一瞬の気の緩みで死ぬからな。俺は。よし、いいぞ。やっぱシェーバー強いよ。シェーバー強い。それは疑いようのない事実。あの骨のとこ怪しくね。で、ユベロ回復して、回復役1人しかいない。ユベロ回復して、てかそうだ、ユベロも回復できるんだ。んて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 ん。しかし天使の衣を拾えたの大きいな。天使の衣、そうだ、もう天使の衣なんでさ、使わせようぜ。リンダが聖人に、どっちがいい。まあリンダに使わすか。ユベロに使わすのもいいかもしれない。ユベロちょっと低くね、体力たった30だよ。30じゃちょっと心もとないな。お前もいいや。みんな右下に集まれ。途方もねえな、これ。こんなこと本当にあるのか。ローラー作戦を。たかだか1個2個のアイテムのために。でも、ステータスアップと、最高でステータスアップ、アイテムだろ。それってどうなの？クーポン使う男ってどうなの？裏では使いまくってるけどさ、クーポン使う男ってどうなんだよ。ローラー作戦でアイテムを全部デート中に。あれ来なかった？お前来ねえの？お前来ねえ。
今日飲むんだけどお前来ないの？ハーグレヒル。こいつは来ないらしい。今日は家でゲームするんだと。ハグレヒル。ハグレヒルは今日家でツボおじさんやるらしい。ツボおじさんとパブグをやるらしい。ツボおじさんと。これ全特化エマンでいくわ。全特化エマンってなんだっけ？なんかそういうのいなかった？ラッキーマンかなんか。いや、そんな異世界マンの話をしても仕方がない。いや、これローラー作戦するにしても人手足りなさすぎだろ。もっと人手が全然足りてねえよ。もっとビッパーを集めてこい。ビッパーに声をかけて、ビッパー総力を上げろ。いや、少ねえ。総力を上げろよ、ビッパーの。ヤスがちょっと遅いから。で、リンだよ、お前も。待て、回復したか。ああ、よかった。もう、都度気になるわ。死人が出すぎて。都度気になるぞ。てんてんてん。1個1個だってね。俺の予想では、まあ、天使の衣もあるんだったらパワーリングスピードリングもあるんだろうけど、でもね、考えてみてくれ。今、ラッキーパンチ。でもね、考えてみてくれ。もうすでにこのオーブのドーピングでどうにでもなるっていう状況でさ、そんなにパワーアップアイテムいるかね。で、その中でも一番多分有用であろうと思うし、天使の衣が見つかったわけだよ、運よく。これを行幸と見ている俺。そしてもう集めなくてもいい。やったぜ。や、お、すげえな、おい。昨日の、おい、昨日のサスケ見たか。すっげえんだ、俺。感動した。昨日のサスケを見た。あのさ、お前、昨日のサスケ見たか。すっげえんだ、俺感動した。月島いるか。月島雫。え？おい月島、面会だぞ。後から。俺好きすぎる。耳を澄ませば。俺耳を澄ませば好きすぎるよ。俺学校のメンツがいいんだよな。おっとか、おっと、おい、マリシャ、マリシア、面会だぞ。男の、男、男、男、カン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 。いいな、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 いいな。俺好きすぎる。耳を澄ませば。確認したよ、今。ここか。あいつ来れねえんだ。急に来んなよ、トラゴン。急に来るから。あいつ急に来そうだ。もういいや、雑巾がけはめんどくさすぎる。さすがにやらねえよ、そこまで。クーポンは使えません。あ、いけんじゃん。でもこれ自分から攻撃したらダメじゃない。やはり向こうに来てもらわないと。リンダ自分から絶対行かなさそうだ。来てもらってなんぼと思ってさ。わあ、危な。メリクルソードが2だった。受け取る。ハーマン、ハーマンの杖。よし、これでいい。あれ来んの？なんで？なんで来た？なんで来たの？席を切ったように来たの今。倒してくれ。
よし、それでいい。節約。やっぱシェイバー強いな。トゥトゥトゥン。よし、体すごいさ。でも守備上がんねえな。まあ、いっか。いや、上がってくれ。まあ、いっか。力低すぎる。なんでレベル14で力3なんだよ。これはおかしいだろ、これ。弱すぎるだろ、いくらなんだよ。ちょっとギリギリに寄せとかないとさ。ん？いやバカ。え、いやバカ。バカ。え、だって、おい、どうしたじゃんこれ。メリクルソードが。え、21。いや。あ。は。え、どうすればいいこれ。いや、メリクルソードなくなる。バカ来ちゃったじゃねえよ。34の10だから絶対なくなるメリクルソードが。はあ、どうすればいい。あ、オッケー、わかった。 100% 回避できる。輸送隊受け取る。分かったぜ。傷薬1個、道具交換で処理で、ん、まあでもどっちにしても前に出ないといかんのか。道具使用する。傷薬これで OK。 これで OK ね。これ22あるから、これで21の攻撃力だったら一発しのぐ。必殺もゼロだし、これでいい。クソが。お前を殺す、後で後ほど。まあいいだろう。クソが。危ない。なんだよこれ。もううっかり死ぬだろうが、1なんて。うっかり死んでもおかしくねえ。ハーマンの杖なるわけ。そのメリクルソードを見せてください。いいよ。198,000円いただきます。メリクルソードの修理には金がかかる。メリクルソードの維持費は莫大な維持費がかかる。ただ持っているだけでソード税もかかるしな。メリクル税も。1年に1回12万円払わないといけない。毎年6月に。メリクルソードを買ったわいが、手放すオーナーが後を絶たない。もう守備。守備9。結構上がったな。いや、てか、聖児、力完走。聖児。聖児がいたから頑張れたな。お前、頑張りすぎだろ。聖児、お前、もっと力抜いていいんだぞ。もうこの程度のやつもそういないよ。もうこんだけ力なかったら倒す。もう倒すかも。だってね、もういや、どうしようかな。やっぱやめとこうかな。ねえ、こっちで倒せるんだったらこっちで倒そう。シェーバー、いいね、いいね。しかしこんだけ適当に歩いて2つも手に入れるなんて運がいいな。体力1の女がいく。ドゥ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 。これ現れねえだろうな、途中でもう疑心暗鬼ブレムになってる。そらなるわ。待て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 、安心しきって言った。なんだマスターソードって。え、何マスターソードって。まず考え、いや必殺見てみろこれ。42%か。
持ってるな、マスターソード。なるほどね、魔法ゼロってことはそういうことだ。あ、でも一応警戒するぞ。警戒に値すこいつは守備10か。じゃあメリクリで倒せるな。メリクリソードで倒せるぞ。危ねえ、脳天気に近寄るところだった。よく実践した。間違いなくヤギより格上の人で、一旦で仕留められるようにしよう。仕留められるように。仕留められなかった場合はすぐに城に入れるよ。そういった創意工夫も惜しまないので。創作ラーメン屋、しんすけ。ぜひお立ち寄りください。麺に難癖を練り込んで。麺に難癖を練り込んで提供した。大丈夫かこれ。攻撃16で弱。弱くね。いや、なんで待機してるの。大気との戦いだよ、フィーユ。自分と大気との戦い。死ねえよ、お前。何が狩竜だ。はぐれひる。おお、ワンパン。平安値いくら？お、99やったぜ。あっという間だな。いや、守備すげえな。なんでマニュアル持ってんだ。この城は、なんか変なやつがマニュアルを持ってることが多いな。あの虫は殺すぞ。てか楽だったな。これほんとレベル上げにうってつけだった。まあリンダがちょっと育ってねえからさ。リンダもうちょい育って頑張れ。リンダよ。もうセージは遠いところにいる。セージどっか行っちゃうぞ、早くしないと。お前の小説を書け。早く！早く！早く！石は一つしかない。早く！早く！キャーっていう小説を書け。今の俺の創作じゃないぞ。そういう小説を書いたやつがいい。お前はチキン！あれ、大人に会いたかったよ。あれ、大人になってないねえ。でもしばらく見ないうちに大きくなったね。元気だったから。なんで大きくなったの？なんで大きくなったの？マルスのお兄ちゃん、好き。え？ああ、そういうことか。何こいつ。ごめん、そう怒らなくて。でも俺さ、ガトーに言われてずっと待ってたんだぜ。待ってるうちになんか腹が立ってきてさ、なんで俺はこんなことまでしなきゃならないんだろうって。あ、そういうことか。ちょっとしたイベントを考えたってわけだ。なるほどな。はっ、面白いやつだ。怒る気も失せたわ。さんと行きたいところだが、お前、俺がもうちょっとバーサーカーだったら首が飛んでたぞ。ただなんだこいつという気持ちだけは募った。